大和警察署は神奈川県警察が管轄する警察署の一つ。識別証所,所属表示は GH。所員数は神奈川県内の全警察署中最多の約420名相模方面本部レ下、第5方面に属する県内有数の大規模警察署であり、署長には警視制が任命される。管内居住人口は約32万人。 街頭犯罪発生件数は神奈川県下で最多であり、館内には米海軍や次航空施設も存在し、古くからの外国人文化とともに各種犯罪も多様化。110番指令件数も多く、県内で最も治安悪化が懸念される地域である。ゆえに所属警察官や警ら車両が多数配備されている。110番件数は時に、 警視庁管内の新宿警察署、渋谷警察署、池袋警察署などよりも多く、県下で最も110番件数の多い地域である。中でも凶悪犯と言われる殺人や強盗、強姦、粗暴犯と言われる傷害や暴行などの犯罪の発生が多い。それゆえ、ニシッ妬等の特殊犯対策部隊が出動する。署内に警備部直轄警察隊のほか、敷地内には、 警察本部直轄の留置場も配備されている。過去には当初内に刑事部機動捜査隊並びに地域部、自動車警ら隊の山と文中所があったが、2009年11月、管轄区域内に新築された神奈川県警察綾瀬報道庁舎に移転し、さらに刑事部の機動監視識班も配備された。これは、綾瀬地域の住民から、 綾瀬市内にも警察署を作ってほしいとの要望があり、その代替措置として、以前からあった交番を移転、増築したものである。結果、運転免許証交付などの窓口業務も行えるようになった。館内には、指定暴力団極東会、稲川会、六代目山口組系事務所や、朝鮮総連神奈川中北支部が存在するほか、前述の通り、厚木基地が存在するため、 署員には語学担当者が配置され、基地周辺では常に機動隊による警備活動が行われている。平成24年以降、繁華街等における街頭犯罪抑止対策のため、街頭防犯カメラを運用している、県下でも数少ない警察署の一つ、地域課の経路用無線自動車の内山と2号車は、全国で15台、県下で1台の未配備されている日産。 セレナが用いられている2010年4月厚木警察署と共にそれまでの11課から相模原その後のさらなる組織改編により2018年現在同産署は最大規模の13課体制となった神奈川県警察の組織に関する規則を参考にしたありがとうございます